皆さん、こんにちは。今日は2023年5月15日月曜日です。今日のテーマは、イタリアは発表しました。中国のシルクロードプロジェクトから離脱するよと発表しました。また、カナダの政府も発表しました。中国への投資停止にすると発表しました。 これはですね、結構影響あると思いますので、カナダの投資機構とはですね、政府の年金とかですね、公務員年金とかですね、先生の年金とかですね、それに関係あると思います。情報が多くて、少しずつ話をしたと思います。一つ、広州市の最高裁が発表しました。中国の人権法律活動家ですね、核さん、 有罪判決となって懲役は8年間です。ずっとネットで中国政府のことを批判するからです。この先生は2020年、自由の討論ができる状態で人権のというホームページですね、作りました。そして2021年、外国のメディアの取材にも応じたりしました。なので、中国政府としては先導していると。 国家の意見を無視すると、いう罪で彼を逮捕しました。次ですに、5月10日、ボストン市警察署が発表しました。ボストン市の家人友好組織のリーダーを逮捕しました。これから提訴すると、リョウさんですね。彼は中国政府の代理人ですと。家人、アメリカにいる まあかまあ、中国人ですね、あるいは元中国人ですね、たちを集めて、平和統一促進会、促進の会というものを作りました。アメリカの調査では、このリーダーシップですね、中国の外務省の指示を受けていますと、2018年からニューヨークにある中国領事館の外交官に声をかけられて、アメリカで 中国に批判する人々の情報を収集することですね。例えばアメリカで中国政府に向けて反対する、あるいは抗議するですね。そういうイベントはあるんですね。この人に言ってもらうんですよ。そこに参加してもらいますね。参加して、それで反中国政府墓の情報を聞き取ることができますので、そこで写真も撮りますし、そういった情報ですね。 ニューヨークにある中国の領事館に提供します。またアメリカの香港、台湾の方が抗議あるいはデモをするとですね、まあ、彼は中国人ですから統一促進会ですね、この組織が動いてみんなを集めて対抗するんですよ。つまりアメリカにいる香港の方、台湾の方はデモをするんですよね。でもその向かいに 中央政府に支持するっていうデモもあるんですよ。こういうことをやってるんですね。次です。3 5月12日、オーストラリア商務長官、北京を訪問しました。これは2019年の11月からお互いですね、オーストラリア側の高級官僚初めての訪問となりますが、当時ですね、モリソン元首相はコロナの危険について、 調べようと言いましたので、中国はものすごい反発しました。オーストラリアの商品を輸入禁止にしました。石炭にしてもワイン、ロブスター、大麦などなどですね。現在、中国とオーストラリアの関係がどんどん良くなってきています。ただしですね、これを説明したいんですが、オーストラリアのやり方はですね、対抗はします。でも商売。 貿易は続きます。ここらにおいては中国の代理人のことを叩きます。でも商売は商売ですからやりますよと言います。これはですね、結構難しいんですよ。普通の国はなかなかできません。このことができる国はですね、すごいだと私は思いますね。つまり商売をする。でも買収されない。これはなかなか難しいんですね。本来はですね。 そして、ドイツのシュルツ首相も同じですが、e U はですね、中国との縁を切ることはないんですよ。でも、付き合っていくし、リスクを減らしましょうと。これがですね、今後、中国政府との新しい、そういう付き合いですね、スタイルになるでしょうかと思います。次です。4。アメリカの会計検査員、GAO、GAO っていう組織ですね、発表しました。 2013年から2022年、この10年間の間、中国はタコさんの支援を受け取っています。世界銀行からの支援ですね。29.2%を受け取っているんですよ。金額にすれば約2 1 7億ドルです。米国は2.4%受け取っていて、約17億ドルですね。 アメリカは2.4%を受け取っていて、約17億ドルでした。中国はですね、世界銀行からたくさんの支援を受け取っているんですが、でも世界銀行の大株主はずっとアメリカであり、世界銀行の銀行長もずっとアメリカ人です。原因としては、アメリカの企業は入札に参加しても失敗してしまうことが多いんです。 現在、バイデン政権は施策を作っていますので、中国政府からの投資を禁止にしようとしてるんですよ。これはですね、結構厳しいですね。アメリカの国内での、ま、投資ですね、インフラ建設もそうですが、結構中国の会社が参加するんですよね。これはおかしい話なんですね。ただし、やはりこれからは難しいと思いますよ。例えば、ホァミもそうですし、 ZT e もそうですし、アメリカと中国の関係が良ければ、中国の会社も参加して、それはそれでいいでしょうか。でも、これから2人の2つの国ですね、悪くなっていますので、中国の会社の参加もこれからは厳しいですという意味ではありますが。次です。5。中国の物産市ですね、の政府が発表しました。今年新しい空港を作ります。 そして今年から工事スタートの予定です。500億円の投資です。約1兆円弱ですね。2026年か2017年完成の予定です。目的は、広州、深圳、物産、山、この3箇所を連携しますと言いました。近くの河南地域ですね。空港は5箇所あります。香港、マカオ、広州、深圳 10回、まだ今は、仏つさんっていう、こう空港ですね、出てきます。実はですね、あんまり意味ないんですよ。じ海の空港はですね、1回破綻したことがあって、そしてこれからもですね、いつ破綻するかはわかりません。中国の政府ですね、ものすごい工事が大好きですね。工事をすることによって、ポケットにお金入ってきます。しかしですね、 公衆の空港は十分に大きいんですよ。公衆からこの物産 C まではですね、33キロしか離れていませんので、普通であれば意味はないんですよ。それでもやろうとするんですよ。おかしいと思います。次です。6。プーチンさんが転げ、まあ、た写真ですね、今は拡散されていますが、ただしこの写真はいつでしょうかどこで どんんな状況で捉えてでしょうか分か分りませんもしこの写真が真実であれば、まあ、体がですね健康的ではない可能性はあると思われますウクライナの情報機構はですね去年プーチェスのことがんのことですねがんを患っているんですよと発表しました最近ですね病状は悪化しているっていう説もあるんですね ただし、今はとても大事な地域でもありますので、大反撃とは関係あるでしょうかやはり、これはですね、まだわかりません。注目したいと思います。次です。7。南アフリカにいるアメリカの大使は声明を出しました。南アフリカはロシアに向けて武器との薬を提供していますよと。ロシアの船ですね、去年12月、ケープタン、 に、軍事基地に内緒で船を派遣して止まっていました。南アフリカは武器と弾薬をこの船に積みました。それからロシアへ移動しました。アメリカの大使は南アフリカのことを批判しました。そして南アフリカの大統領は国会で聞かれて調べますと言いました。しかしですね、中国は 武器の売却とか軍事訓練ですね、インフラ投資などを通して、アフリカ大陸で確実にそういう影響力ですね、拡大しているんですよ。この間ですね、南アフリカではありませんが、アフリカのところですね、岸田総理も訪問に行かれて、やはりですね、中国の影響力はここまで来たよねというふうにおっしゃっていましたので、やはりですね、中国の影響力はあります。 ただしですね、ロシアに対して、そういう武器とかですね、弾薬とかですね、送ってはいると思いますが、量が大事ですね。量あるでしょうか。少しだけでしたら、結果は変わらないと思います。やはり NATO ですね、アメリカの方が強いと思いますよ。次です。8、イギリスは遠距離ミサイル、ストームシャトーというミサイルをですね、 ウクラに供しししままよと発表しました。これは戦闘機から発射されますので射程は250キロ超ですウクライナはロシアの本土まで攻撃することは可能となりますのでこれはですねイギリスは初めてこの模様な強いものを供与しましたアメリカのハイマースロケット砲の砲弾はですね80キロまで使うんですよ ナト o 側は発表しましたロシア軍はですね、今は80%の力をウクライナの戦場に投入しました。ナト諸国への攻撃はもうできません。つまりロシア側は今はもう弱くなっていますので大丈夫ですよと言ったんです。ナト諸国はみんな出てきてできるだけですね、そういうウクライナに対して武器とか弾薬を供与しましょうねと発言しました。 次です、9。習近平は河北省へ移動して視察しました。とにかく食料ですね、あの、田んぼですね、行きました。森とか木を切って畑にする運動をやっていますので、やはり批判の声もあるんですよ。でも彼はですね、やはり視察にいて、この行動は大事ですよと、我々の食料は大事ですよと、誰にも牽制されたくない。なので、 食料、畑が大事ですよと言いました。しかしですね、私はずっと前の手も言いましたけれども、中国の食料の収穫ですね、毎年増加です。毎年素晴らしいですよと言います。洪水があっても、大雨降ってもですね、台風が来ても問題ありません。収穫は絶対増えているよと言います。しかしですね、おかしいのがこれなんですよ。収穫は毎年増加するのに、 どうして畑を作らないといけないのかどうして森を切るでしょうかおかしいと思います。次です。5月12日から日本でタコサのサミットですね。G7 サミットに関係する会議ですね。あの出てきますので、この間、えー、G7、えー、そういう外務長官ですね。サミットがありました。そこで欧州側は発表しました。欧州は 同盟国との付き合いを強化します。でも、中国とアメリカの争い、競争に巻き込まれたくないんですね。どっちが処理することはないと判断するんですよ。中国以外の国と付き合って、貿易、エネルギーの安全を守ります。中国に依存してはいけないと分かってるんですと。そして、今の時代ですね、やはりグローバル社会であり、欧州は中国との付き合いを考えて、 中国は強制、競争相手です。でも貿易相手でもあります。まあ、警戒することですよと言いました。結構言ってることはですね、ちょっと矛盾なところあるんですが、でもこれが欧州側の態度というふうに私は思います。それから G7 財政長官サミットも開催されました。中国の経済制裁とか貿易の脅迫について話をしました。これからですね、G7 諸国 何か対抗措置ですね。考えましょうとなったんですよ。例えばですね、G7 一つの諸国にですね、中国にやられたりですね、いたりいたいんですよ。あの対抗措置とってもですね、自分もマイナス、あの諸国を受ける可能性はありますので、今後ですね、G7 諸国全員で対抗しましょうかと、になるというふうに私は思います。次です。11日。5月17日。 国家副主席カン,さん,カンセイさんのカンさん、オランダへ訪問しました。オランダの国王さんと首相と会談をしました。中国としてオランダとの関係はやはり良くしたいですね。オランダの情報機構は2月か3月でしたが、中国の商業スパイに狙われていますよというレポートを出しました。それから3月ですね、オランダは 半導体装置、中国に提供しませんよと発表しました。特にアスメル社ですね。関西という人間はですね、イリスを訪問してからオランダ、ポルトガルを訪問しているんですよ。そして中国の外務長官はですね、ドイツ、フランス、ノルウェーを訪問している最中です。これで分かるのはですね、前の動画でも話をしましたが、 中国は欧州側との関係を良くしてアメリカと対抗することをやっています。次です。12。イタリア首相メロニーさんですね。発表しました。ロシアを訪問に来られたマッカーシー、アメリカの下院議長さんと会談をして、そこで発言した内容ですね。今年年末まで中国の主力労働から離脱しますと発表しました。 来年3月ですね、契約の延長は考えていませんと言いました。これに関してですね、2019年、習近平はイタリアを訪問して、コンテ、元首相と契約をしました。これで G7、中国の中で、あの、イタリアだけですね、中国の種族労働に参加してしまいました。しかしですね、イタリアは、 中国のこのシルクロードに参加してもですね、あんまり利益はないんですよ。2022年、中国に向け出は164億ユーロでした。2019年は、えー、より26%の増加です。ただし、中国から輸入はですね、371億ユーロから急に575億ユーロとなってしまいました。 なので、イタリア側の貿易は赤字ですが、ずっと続いています。そして、メロニーさんですね、発表しました。ずっと前から前の政府のことを批判しているんですよ。やはり、前の政府のやってることは間違っていますよと批判しました。次です、13。これはカナダ側の情報ですが、カナダの BC 州の投資管理会社が発表しました。 中国への投資を停止にしますと発表しました。原因はですね、地政学のリスクが増えているからですと。そして、このカナダの BC 州の投資管理会社はですね、現地の年金の資産運用をする会社なんですよ。去年3月までは2110億カナダドルの資産を管理していました。この会社の話ではですね、この2年間、 中国及び香港で投資ですね、15%減らしました。現在、中国での投資は完全にないわけでもないんですが、外国への投資の5%以下となってきました。主に株式市場の指数基金の投資が多いですと。また、カナダのオンタリオ州の OTPP ですね、これは教員年金基金。 っていう組織ですが、そこも発表しました。中国への投資を中心にしますよと言いました。これに関して少し説明したいんですが、先進国、まあ、日本もそうですね。先進国にも、日本にも公務員年金ですね。それから国民年金ですね。それから社会保険ですね。そ,ねそういう保険類ですね。たくさんあるというふうに思いますが、アメリカもそうですし、カナダもですね、イギリスもそうですが、 結構多いんですよ。で、こういう年金ですね、にしても、あるいは、まあ、機にしてもですね、運営する会社があるってで,ですね、あの、かなり下手なんですよ。実はですね、やはり、はまあ、あの、国営とは言いませんが、でも、政府も管理してるわけですから、効率は本当に悪いんですよ。でもですね、このような投資機構はですね、規模はですね、小さいんです、実は。規模は小さいんですが、でも、扱ってる、 お金がものすごい多いんですよ。そうすると反応が遅いんですね。そして臨機応変できないのがもう有名ですね。例えばそこは戦争が起きました。なかなか動かないのはですね、こういった危機の投資機構ですね。だいたい個人の自分の死はすぐにあの撤退とかですね、考えるんですよ。でもですね、そういった機構はですね、いいところもあるんですよ。やはり安全が大事ですね。今までは リママリを追求するっていうのは個人の投資機構ですね。でもそういった政府がやっている投資、まあ、機構と言いますが、とは言いにくいんですね。政府がやっていませんので、そういう投資機構ですね。政府の基金が扱っている投資機構ですね。結構反応が遅いし、あんまり利益優先ではないんですよ。やはり安全が大事ですね。なので、投資の領域においては、 そういう、まあ、基金関係ですねの。政府が運営する基金関係は、やはり影響力は少なくて、大手の投資機構についていくような感じなんですね。でも、これで分かってほしいのがですね、このような投資機構ですら、中国にはもう投資しませんと決めたんですよ。そうすると、世界の各国の投資機構といいますが、公民年金ですね。公民基金ですね。 中国の投資はもううないいでしょうかと思います。次です、14。モンゴル人のタムサブ先生ですね。モンゴルで中国の警察に逮捕されました。逮捕されて中国に連れて帰りました。これは結構おかしい話ですが、でも実現、もう本当に現実なんですよ。このタムサブ先生はですね、歴史の先生であり、2019年、 中国の文化大革命について、まあ、自分が書いた本ですね、出版しました。中国の政府ですね、彼のことを先導の罪で逮捕して、あの引き渡ししてもらって、懲役は2年間ですと。それから2021年、懲役が終わって、先生は出てきました。しかし、中国から出国はできなくて、監禁されました。今年3月ですね、先生は、 逃げることができてモンゴルへ帰りましたしかしですね、わずか2ヶ月ぐらいですね、今5月ですが、モンゴルにいる中国の警察に逮捕されました。そして中国に連れて帰りましたね。これはおかしい話ですね、本来は。なので、これで分かってほしいんですが、モンゴルという国はですね、実に中国に影響されています。なので、独立している国ではないというふうに思います。 中国の警察官はですね、いてもいいよっていう時点でおかしい話です。この動画はここまでにしたいと思います。最後、いいボタンをお願いいたします。ありがとうございました。